諸葛丹様、今年はおらんとこの葉だけ出来が悪いで。それは気の毒だったな。よし、減免するよう言っておこう。諸葛丹様、娘が嫁に行くってのに晴れの日に着せてやるものがねえだ。ああ、それはめでたい。後ほど誰かに手配させよう。おい諸葛さん、そろそろ始めるぞ。さあ、じきにここは戦場になる。お前たちは村に戻るのだ。心配するな、村に戦火は及ばん。この諸葛公宮がいる限りな。ありがとうございます。よろしくお願いしますな。領民の御用聞きか。大した人気だな、諸葛丹殿。ああ、カジュウ殿、人気などとは大げさな。民の笑顔、民の安寧、それこそが私の願い。諸葛一族に流れる仁愛の道だ。こたびの戦、この諸葛公宮が指揮を執ります。各位、私の指示に従って動かれますよう。どういうことだ、師匠。まさかお前。本人がやりたいって言うんだからいいだろう。なあ諸葛さん。説得が面倒になったか、このアホが。けど急いで進むのは微妙じゃないか。時間をかけても包囲してった方がいいだろう。なりません。この地には多くの民とその畑があります。それを踏み荒らすわけにはいきません。畑って、お前。迅速に攻めれば問題ないはず。各位、それを心がけて戦っていただきたい。この戦、くだらん茶番になりそうだな。民を守る戦の何がくだらんというのだ。説明したとてお前には伝わるまい。俺も師匠のことは言えんな。さあ、今回は気合入れていくぞ。この間の借りも返さないとだしな。義軍に過去を中堅あり、いつか父さんを超える将になってみせる。お聞かせください、諸葛丹殿。この戦、本質はどこにあるのでしょう。民とその住まう大地を守り敵を撃つ、それこそは我らの本質でもありましょう。そう、わかりました。これ以上の問答は無用ですね。俺、芝生様も諸葛丹様も好きです。なのにお二人はちゃんと互いのいいところを見る。人間関係の基本だと思いますよ。憂いを帯びた大元気殿もまたいい。ああ、いや、失礼しました。この孫権が死去するとは、いよいよ時代の戦いって感じですね。加工派殿、鎧をつけてても足速いですよね。俺、以前にみんなで追いかけたことが。あれ、これって触れちゃいけないことでしたっけ。人にやらせておいてやっぱりダメ。そんな場合、どちらが責任を取るのでしょう。やらせた方でしょうか、それともやりたがった方でしょうか。今回ばかりは芝生様に失望しました。なぜって、お役目を放棄したです。正直、もう少し責任感のある方だと。本当に残念です。俺、見ちゃったんです、芝生殿が芝氏殿から忠告を受けてるの。己の際にあぐらをかくな、人と向き合うのを怠るなと。今その言葉を思い出していただけたら。ああ、いや、
俺何言ってるんでしょうね。余計なお世話ですみません。諸葛丹殿は聖人君子のようなお方だ。民や我ら兵のことを大切にしてくださる。他の方々とは折り合いが悪いようだが、きっと諸葛丹殿がご立派すぎるせいだろう。諸葛丹殿はあの諸葛亮と同族だそうです。道理で聡明であらせられるはずだ。後にも諸葛金という重鎮がおられたとか。まったくすごい家柄だ。ここは当館だ。と感覚に並べよ。当館なんだがどうだろう。どうだろうもないですよ。余計寒くなりました。これぞ当館です。諸葛丹様、今一度芝生様と話し合われては。呉の諸葛閣は諸葛丹様の親戚と聞きました。やっぱり同じように慈悲深いんでしょうか。諸葛丹殿、民を思うそのお心、感激であります。我ら皆諸葛丹殿についていきます。うん、民のため共に奮戦しよう。俺の家族は諸葛丹様に救われました。このご恩を返すまでついていきます。地の果てだって構いません。本当にずっとずっとですよ。敵の総大将は諸葛閣だってよ。諸葛丹殿と同族らしい。諸の諸葛亮だの、呉の諸葛閣だの、諸葛一族ってどこにでも入り込んでるんだな。まあそれだけ優秀ってことか。果汁殿の目は苦手です。冷たく人を見透かしてる感じがするんです。なあ、どうしても作戦は変わらないか。私も諸葛一族に連なる者、策において遅れを取ることはありません。一族ね。いざ、義と天下と民のため、我らの力で敵を粉砕するのです。まずは敵の拠点を制圧する。皆進軍を開始せよ。うまくいきゃいいな。けど雲行きは怪しい。師匠に言われた噂の問題だが、やる気のありすぎる無用の始末に思う。援軍とは願ってもない。私は負けだから和解しましょうぞ。みんな力を貸してくれ。これで読み違った。さすがにまずいな。逃げろ逃げろ。このままじゃかなわん。撤退だ。やるな。大気が進む。敵の動きがおかしくないか。わざとらしすぎる。変だ。一緒に進むのはまずい。俺たちは東から行くぞ。何？芝生殿が進軍道を変えただと？私の指示に従わず勝手なことを。敵を追撃しつつ進軍せよ。そこに我々がこの戦を制するのだ。撃たれよ。俺はどうすっかな。諸葛丹殿についていくか。心配だ。このありさまです。手を貸してくださいませんか。お見事、見せつけてくれますな。
化したぞ。今だ、岩を落とせ。なんだ、背後の道が塞がれちまったぞ。何事だ。みんな落ち着け。諸葛高級が共にあるぞ。何の計算通り。さあそのまま畳みかけろ。私がみんなを助ける。ここをくじけている場合ではないぞ。みんな気をしっかり持て。そこに諸葛一族の軍師諸葛さんがここにいるぞ。you
ち取った。おいしい、素晴らしい形だ。お見事です。今後の魂のごとき、紅蓮の炎を食らうがいい。
つを倒さないと突破は無理か。最後まで動くせ。そこに直れ。まだいたって撃たれよ。なぜこのような、この諸葛公休の策、何もなせぬままに破れるとは。まあそう落ち込むなって。被害は出たけど、こうして逃げ切ることができたんだ。それでよしだろ。何がよしなものか。私は一族の名に泥を塗り、この地の民の安寧をも守れなかった。芝生殿、それというのもあなたの怠慢のせいだ。俺？なぜ私の指示に従わない？なぜ勝手気ままに動こうとする？待て。確かに俺は勝手だった。諸葛丹の考えを汲めてなかったんだ。すまなかった、諸葛丹。諸葛丹、早晩師匠の邪魔となるな。